諸富さん、おはようございます。おはようございます。今日の、まあ、お話の舞台であります西粟倉村、はいはい、これ岡山県の北東部の山あいの村ですね。はい、ここでどのような挑戦をしているわけなんですか？はい、この村ですけれども人口は約1500人なんですね。はい、ここが非常に健闘しているということで、実は先週現地に行ってまいりまして、まあ、そのご報告をしたいなと思ってるんですけれども、はい、ここもご多分に漏れずに、まあ、人口減少が続いていたんですね。で2008年から林業再生計画に着手をいたしまして、製材所の他にも木材関連ベンチャー企業が相次いで実は設立をされておりまして、さらに木質バイオマスのエネルギー利用も進んでいるというわけなんですね。西粟倉村はなぜその2008年から林業再生計画に着手したんですか？はい、この話はもともと2004年にまで遡るんですけれども、はい、当時の平成の大合併というのがございましたけれども、そこでこの西粟倉村もまた美作市との合併話が持ち上がったんですね。しかし合併のメリットは必ずしも見出せない、そして住民投票でも6対4で反対が優勢だったということから、村は結局合併協議会から離脱をしたんですね。はい、で単独でしかし生き残るためにはどうすればよいかという戦略立案に入りました。この結果生まれたのが100年の森づくり事業というものでして、はい、これは通常ですと5、60年で伐期といいますけども、伐採適齢期に達するところですね。もう50年管理期間を延ばして材木としての価値をさらに高めていこう、こういう計画なんですね。はい、で村が山林所有者からこれはもう10年間契約協定を結ぶんですけれども、森林組合に作業の方は委託をしまして森林整備を行います。ここで大事なのは地主がバラバラにではなくてですね、村が一括して森林整備を行う、そういうことで作業の集約化を図って、山での作業効率が上がると、こういう点なんですね。ほうほうほう。その森林整備の作業が進んでいきますと、当然のことながらその間伐材なども、出てくると思うんですが、これはどうするんでしょうか？以前ですとですね、これは村の外の原木市場にそのまま流していまして、そうしますと価格はあまり高くなく、一立米あたり3000円から4000円にしかならなかったっていうんですね。はい、でこれは運搬費と手数料を払いますと、ほぼもう手元に収益は残らない、そういう水準でした。それゆえ森林整備も結局は行われないというこの悪循環だったんですね。そこでこの間伐材を村の中で製材、それから商品化して消費者に直売することで付加価値を作り出そうと、で村に雇用と収益を生む仕組みを作ることにしたんですね。ほう。そのために設立されたのが森の学校というものなんですね。はい、これは実は3つの機能を持ってまして、第一は製材機能というんですけれども、仮にその間伐材を商品化しようにもですね、丸太のままボンと来てもですね、何もできません。そこで丸太で切り出されたものを乾燥させて加工可能な素材にまでですね、成形をしていく、いわゆる製材所が必要なんですけど、それを作ったということです。はい、それから第2は宣伝営業機能なんですけれども、カタカナで西アワーというですね、ブランド名を立ち上げてウェブサイトを開設して、そこで製品をですね、一応宣伝をしておりまして、で消費者はウェブサイトから直接購入もできるようになっております。はい、そして第3ですけれども、人材リクルーティング機能でして、実はこの森の学校で働きたい人をですね、東京大阪などからリクルートする、この森の学校そのものだけじゃなくて起業したいという、こういうベンチャー志向の若者をリクルートする、これが実は主眼なんですね。そして実際都市からアイターンの移住者が来るんですけれども、その彼らが独立できるまでは森の学校拠点に準備助走期間を過ごせるよう支援しているわけなんですね。この結果実は50名ほどの移住者が実際生まれまして、さまざまなベンチャー企業が立ち上がって、すでに全国的な名声を得ている企業もあるなど、成果が現れ始めています。そうですか。はい、なかなか興味深い試みですよね。はい、そうですね。で、もう一つ、木質バイオマスのエネルギー利用の方はどうなんでしょうか？はい、こちらは森から搬出されてきました間伐材ですけれども、実はそのまま柱材とかですね、家具材に使える A 材、単独では厳しいけれども、合板にすれば使える B 材、そしてA、B でもいずれでもない製紙用のチップにしてしまうか、燃料として使う C 材ですね、これの3つに分類されます。この西粟倉村ではですね、森の学
興のおかげでこの A 剤 B 剤についてはほぼ村の中で使い尽くすことができるようになったんですが、はい、この C 剤ですね、それからこの AB 剤を作っていくプロセスで発生する端材というんですけども、おがくずだとか、まあ、切れ端、まあ、この利用については実は課題が残っていて捨てていたんですね、現状では。これに着目したのが実はエネルギーベンチャー企業を2014年に立ち上げました、まあ、井筒浩平さんという方なんですね。彼は利用価値がなく、まあ、山に保持されていた、まあ、間伐材、まあ、つまりこれ C 材なんですけれども、これをまあ集材所までとにかく搬出してくれれば6000円で買い取りますよと、こういう仕組みを始めたんですね、うんうん、そして集まった材で彼は薪を生産しています。でこの薪ボイラーで熱を供給する事業を始めたんですね、はい、具体的にはその村営の温泉施設の灯油ボイラーを薪ボイラーに置き換えて、で実は年間約700万円この費用節約効果を得ています。あ、そうですか、はい、というよりも薪の方が安く上がるっていうことなんですか。その通りなんですね。実は先ほど言いましたそのベンチャー企業はですね、実はトンあたり6000円で原木を購入するんですけれども、これ薪に加工しまして1万3000円トンあたりですねで売り出しています、はい、でそれでも要するに灯油を使うよりは安くてですね、先ほどのような費用節約効果が生まれるということなんですね。こうしましてその C 材が有効活用されますし、それでまあ経済価値も生み出される。で A 材 B 材の価値に付け加えてこの C 材の価値というのが出てきますので、まあ、山主さんも収益が還元されて喜ぶということになりますし、まあ、しかも村に薪ボイラービジネスという小さいんですけども新しい産業が生まれまして、雇用も生み出されていくと、まあ、この利点も非常に重要だというふうに思いますね、うん、将来的には木質バイオマスのエネルギー利用をさらに広がる計画なんでしょうか。はい、そういう計画になっております。熱需要のある、まあ、他の公共施設も順次薪ボイラーを入れて薪ボイラービジネスを拡大していくというのが一つです。でそれだけじゃなくて2016年度にはですね、マルタボイラーというものをまあ導入いたしまして、まあ、水蒸気を生成してそれを導管でまあ供給していくことで地域冷暖房事業までやってしまおうと、まあ、こういう計画なんですね、まあ、しかもその水蒸気を用いてタービンを回します発電も可能になりますので、いわゆるコジェネというものですね、まあ、これをやりますと売電できますので、この売電収入まで得られるようになります。で出ている熱はもったいないですので、それをまあハウス農業で活用するなど、まあ、産業利用にもつなげていく極めて野心的な計画だというふうに言っていいと思います。なかなか素晴らしい計画ですが、はい、これ課題はないんでしょうか。実は結構山積はしております。インフラ整備にはコストがかかるということなんですね、どういうことかと言いますと、水蒸気を熱導管で運びますというふうに言いましたけれども、その熱導管って今全くないわけですから、これを新たに建設をする必要があります、はい、この導管の建設にやはり結構なコストがかかるんですね、ですのでこのコストを含めて回収して料金制といたしますと、やはり個人の住宅やその建物施設の管理者の側からすれば、いや今の電気によるその暖房の方が安いということで、必要ありませんと言われてしまいかねないコストになってしまいますね、はい、ですのでやはりこのコスト、まあ、補助金等がなければですね、現段階ではなかなか実は採算ベースに乗りにくい、こういう問題があります、はい、それから、まあ、果たして蒸気による熱量というもので置き換えることが本当にできるのかどうか、まあ、こういう問題も実は課題としてはあります、はい、まあ、にもかかわらずですね、こうしてまあこの村ですけども、林業とその産業化、さらにはまあエネルギー自給による実質所得増ですね、そしてまあその産業化によって着実に村を豊かにしていこうとしておりまして、まあ、そういう意味では非常に賢い戦略を取っているというふうに思います。はい、今朝ありがとうございました。どうもありがとうございました。ビジネス展望、エネルギー自治に向けた西粟倉村の挑戦、お話は京都大学大学院経済学研究科教授の諸富徹さんでした。